この研究会は企業の新たな価値や地域活性化につながる事業を生み出すことを目的に開かれていて、長崎の地元企業や自治体などが集まり、業種の垣根を越えて議論を深めます。今日登壇した井出隆教授は、地域の課題を見つけて、それぞれの企業団体の強みを生かした解決法を考えることが地域発展につながると伝えました。もっと収入が増える、そういう事業というのは長崎でできないのか、で消費、もっと消費できる仕組みが作れないのかというところをちょっとテーマに事業構想を、作っていただきたいと思います。でこの研究会では10人の研究生らが1年間研究を重ねて、それぞれの事業構想計画を策定することを目指します。そしてその